香りの正体はカーネーションです。福岡県ではいろんな種類のカーネーションが栽培されているんですよ。この赤紫の至高の舞と鮮やかなピンクが可愛いピンキーカジュアルは福岡県オリジナルのカーネーションなんですよ。至高の舞とピンキーカジュアルは朝倉地域で栽培されています。女性が中心となってカーネーションの栽培に取り組んでいるそうです。至高の舞とピンキーカジュアルはどういった特徴を持つカーネーションなんですか？はい、至高の舞っていうのはちょっと香りがするんですよね。そして1本の花から何本も咲くんですね。そしてピンキーカジュアルっていうのはこの至高の舞の枝代わりというか突然変異でできた花なんですよ。出荷時期はいつ頃ですか？10月からですね、次の年の5月までして、天城選果場で検品して、そして九州管内、関西地区まで出荷してます。至高の舞とピンキーカジュアルは出荷期間中、朝倉市の直売所で買うことができます。カーネーションのどんなところに魅力を感じますか？普通のカーネーションと違ってですね、ちっちゃくて可愛いでしょ、この花。そしてですね、植え替えしなくてずっと一年中着れるっていうことですね。そして消費者からたくさん喜ばれてますので、それが魅力ですね。これからどういった目標がありますか？はい、今年は3ハウスで捨てるんですけど、来年1ハウス増やすんですよね。それで皆さんの消費者のお手元にもっともっとたくさん届くようにしたいと思います。小ぶりで色鮮やかなので、たくさんのアレンジメントができて、いろんな場所で活躍できそうですね。そうですね。香りも色も素晴らしい至高の舞とピンキーカジュアル。皆さん、福岡県のカーネーションとして可愛がってくださいね。よろしくお願いします。